はいそれでは時間になりましたのでおはようございます。はい元気がよくていいですねあの。暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。えー、と私、えーと、山形大学情報知能コースの山内といいます。で今日はの学科紹介とですねあコース紹介とあと模擬授業ということであの45分ほどあのお付き合いいただくことになると思います。よろしくお願いいたします。で実ははこのの情報知能コースというのは、えー、と昨年 えーと2017年の4月にですねあの工学部の改尊に伴いまして、えー、とできたあのコースになります。もともとはですね、えーえー、とまあ情報科学科とかが私所属だったんですけれども情報科学科と電気・電子工学科と応用生命システム工学科がですねあの一緒になりまして、えー、情報エレクトロニクス学科というものを作りました。 でまあ、その,あの背景はもうこちらに書かれてますけれども、まあ、IT 関連ですねあのやはり人材の,あの社会的ニーズというのも増えておりますそれでまああのハードウェアだけではなくソフトウェアだけでもなくということで,です、ね、その両方の,あのまあ融合領域をえ技術基盤としてえ活躍できるような人材をです、ね、あの育成したいなと。 いうことで特にあのまあ情報知能コースに関しましてはですねコンピューターの基礎技術基礎理論を身につけていただいてですね高度な情報システムに応用できる能力を習得するとさらにまああの実際に役立つようなプログラミングの知識や応用も学んでいただきたいというようなあの狙いになっております。で特徴ですけど今あの先ほどから申しているようにですねソフトウェアだけハードウェアだけではなくてですねその 両方のですね、えー、各種理論や応用分野について学べるということがまあ特徴の一つとして挙げられると思います。でまあ,あの教員ですけれども今18名ぐらいあの専任の教員がいると思いますけれどもあの、まあ、情報一つでくくればくくれるのかもしれませんけれどもその教員のですね個々の,あの専門分野を見ていきますとあの本当に様々ですあのえこんな人も情報にいるんですか。かかっていいううようなあの領域からですねあ情報といえば これですねみたいな人までですねあの各分野が揃っております。で特にまあ皆さんですね国際学会とか、えーまあ、あの国内学会等を通じてまあ活躍している人が揃っているということですね。であの卒業研究とか研修科目を通してあの研究者技術者としてあの必要となるまあ調査能力とか発想力あと問題解決能力とかですね、まあ、プレゼンのあの仕方 自主性というのをまあ,あの皆さん今高校生ですから与えられたことを学ぶというのが多分一番求めていることですけれども大学に入るとですねやはりあの、まあ、先生がやってることもまだ答えがわからないものというのもいっぱいあるんですね、まあ、未知のところは開拓していくというところもありますのであの先生と一緒にですね会がないものを求めていくというようなあの活動がだんだん増えていくと思います。 ですからあの今はあの教科書ベースで勉強していただいていいんですけども大学で学ぶということはですねあの少しスタンスが変わってくるというようなことで,ですねこの辺の自己問題解決とかですね自主性この辺りがあのやはり大学としてはあの求めているところでありまして特に4年間でこういうところを身につけていただきたいというふうに思っているところです。 でえっと、まあこちらがですね先生方がどういうことをやってるのかというのをまあ一覧にしたものになります。ですからまあ知的情報コミュニケーション計算機構学数理科学センシングというようなあのです、ね、5つの分野に大体各先生方がまあ,あの 割り振られるのかななというようよ感じですけど、まあ、必ず全部、ね、知的情報って何ですかとかです、ね、コミュニケーションだけですかっていうような話もありますのであのまあ融合的な分野ではあると思いますけどもこのようにですねそれ以外にあの知能ロボティクス数理情報数理モデリングというような協力講座というようなところであの卒業研究をする学生もおります。 あと就職先ですけれども、まあ、のほぼ100%の,あの就職率を誇っておりましてであの情報科学科の卒業生の,です、ね、あの特徴としましては大体ほかの学科ですと、まあ、メーカーといわれて製造業ですね割と多いんですけれども情報はやはりソフトウェア関連で,です、ね、約55%。 を占めるということで半数以上がソフトウェア関係、まあシステムエンジニアとかをはじめですね、あの IT 関係の方に行く学生が多いですね。それ以外にまあメーカーが29%ぐらいというようなことになっております。えっとあとまあ主な就職先とか進学先ですけれどもまあ例えば東日本電信電話 NTT とかですね、あと理工テクノロジー、スバルまあこれご覧いただければと思います。で、あ、えー、これ大学院 前期ですね修士課程卒修了すると、まあこちらでまあ、学部の方もですね就職率 100%NEC プラットフォームス富士通 NTT データ東北東北電力、まあ、この辺ですねあとは三菱電機エンジニアリングあとは、えー、と学生のうちの 32%3 分の1ぐらいがですね、えー、と大学院の方に進学していますね今のところで山形大学の大学院に進む学生が、まあ、大半ですけれども他、えー、大学の大学院を目指してあの 実際に東北大とかまあ筑波大にあの進学したような実績もあるというようなことになっております。